けれども、それは別に使わないという話をしまして、まずですね、アベノミクスの失敗について簡単に言いますとですね、非常に単純なんですね。賃金が上がらない、しかし物価だけ上がってしまった、そして消費が落ちた、終わり。これだけです。で、物価はですね、すごい上がってるんですね。2018年と2012年比べると 6.6% が上がってます。日銀の試算によると、消費税 3% の増税で 2% 上がると言われてますから、残り 4.6% は何だっつったら、これはアベノミクス、異次元の金融緩和でやったの円安ですね。あれでこんなに物価上がってるんですよ。だからアベノミクスプラス増税で皆さんは貧乏になったと、そういうことなんです。で、賃金がですね、本当に全然上がらないと。で、その状況で困った政府は何をしたかって言ったら、スタンス方法を変えてかさ上げしたんですね、2018年から。どうやってかさ上げしたかと言いますと、3つ要素があるんです。1つ目はサンプル企業を入れ替えたと。で、2つ目はベンチマーク。これ賃金算数する際の係数みたいなものなんですけど、これを高く出るやつに変えました。で、3番目、3倍補正と言いまして、これよく報道されてますけど、東京都について、500人以上の事業所について、全数調査しなきゃいけないので、3分の1しかやってなかったんですね。これをこっそり3倍補正したんです。この3つでかさ上げしたんです。まあ、例えて言うと、背の高い別人に入れ替えて、シークレットブーツを履かせて、そして頭にシリコン入れたと。それで背が伸びたって言ってたわけですね。ところが、この頭にシリコン、つまり3倍補正だけはバレちゃったということで、それは修正したんです、遡って。しかし、この1番目と2番目、サンプル入れ替えとベンチマーク更新、これについてはそのまんまなんです。普通は遡って改定するんですよ、じゃないと変な段差がつくから。しかし、それをいきなりやめたんです。だから2018年だけポコーンって伸びたんです、賃金が。どのくらい伸びたかというと、2013年から2017年までの5年間で 1.4% しか伸びてないんです、名目賃金。それが2018年1年間、たった1年間だけで 1.4% 伸びると。5年分の伸びを1年で達成するという奇跡が起きたんですね。ところが、かさ上げしてもしょぼいんです。実質賃金が重要なんですけど、実質賃金というのは物価変動を差し引いた値ですね。2018年で結構物価上がってるんですよ。 1.2% 上がってるんです。で、賃金 1.4% 伸びましたけど、差し引けば実質賃金で見ると 0.2% 伸びてないんで、ほとんど横ばいなんです。だから、あんなに一生懸命かさ上げしたのにしょぼいんですね、と。そういう状況なんですね。で、こうやって国民を騙してるわけです。で、じゃあ賃金、実質賃金が低迷した、民主党の政権時代と比べるとすごいかさ上げしたんですけど、 3% ぐらい低いんですよ、今。すごい悲惨な状況なんですね。皆さん貧乏になってるだけなんです。そこがどこに横が現れるかというと、GDP の中の実質民間最終消費支出、これは国内消費の合計額ですね。これが GDP の大体6割ぐらい占めてるんですけど、ここに最も大きく影響しています。非常に悲惨な状況になっています。2014年から2016年までの3年間連続で下がりました。これは戦後初なんですね。すごいですよ、戦後初の奇跡が起きたんです。で、2017年はちょっと回復したんですよ、ここまで上がったんです。ところが、2013年よりも下なんですね。これ4年前を下回るというのも戦後初なんです。だから、アベノミクスというのは戦後最悪の消費停滞を引き起こしているということなんですね。しかし、話はここで終わらないんですよ。その戦後最悪の消費停滞、かさ上げしてこれなんですね。2018年12月に GDP の算出方法を変えたんですよ、改定したんですよ。で、GDP をさかのぼって改定したんですけれども、で、大きく分けて2つの要素があります。1つ目が 2008SNA という、これは国際的な GDP 算出基準ですね。これで緊急開発なんかが20兆円ぐらいプラスになるんで、バーンと上がるんですよ。で、問題はね、そこじゃなくて、資料のね、12ページにあるんですけれども、その他ってやつですね。その他のかさ上げ額、2008SNA 部分を取り除いたその他の部分ですね。その他でいろんな要素が入ってるんですけど、この怪しい部分でアベノミクス以降だけプラスになってるんですね。ミヨモンとうなぎ登りになってますね。で、ポイントがですね、90年代っていうか全部マイナスですね。なんでかっていうと、90年代の方が名目賃金が高いんですよ。で、90年代を下げてアベノミクス以降だけ上げたんです、ギューンって。その他ね、その結果どうなったのかっていうと、2016年度、めでたく史上最高額を更新しまして、で、現在、名目 GDP 史上最高を更新中という、とんでもないことをやっています。で、どこが最も大きく飾りされているかっていうと、これは消費なんですね。
総務省が発表している世帯消費動向指数というのがあります。まあ、各世帯の消費を指数化したものなんですけど、それに世帯数を乗じた数字とですね、GDP の家計最終消費指数、私グラフ化して並べてみたら、2015年から急に坂がワニの口みたいにビヨーンとこう開き出してるんですね。おそらく2015年以降だけ何らか算出方法を変えたんだと思います。おそらく供給側統計のウェイトを増やしたんだと思うんですけど、めちゃめちゃかさ上げしてるんですよ。しかし話戻しますよ。さっき言いましたね、戦後最悪の消費データに引き起こしてる、そういう位置をいっぱいやっていっぱいかさ上げしてるのにしょぼいんです。ここがポイントなんですね。まさに潰れかけの会社が一生懸命無職決算してるんですけど、それでもしょぼいんですよ。しかしですね、これなかなか国民の皆さんにはね、伝わってないんですね。ですから皆さん、私の国家の統計破壊という本をですね、ぜひ読んでいただきたいと思うところなんですけど、で、最近年金が問題になってますよね。で、高齢者の方々不安になってると思うんですけど、アベノミクスっていうのは紛れもなく高齢者いじめの政策なんです。ただ物価を上げていくって言ってるわけですから、一生懸命現役時代に貯めた貯金を目減りさせていきますよって言ってるってことですからね。物価を上げてっていうことは何も嬉しくないんですけどね。これ冷静に考えると、皆さん近所のスーパーをね、一斉値上げしますって言ったらってなるじゃないですか。それをなぜデフレ脱却と言い換えたらね、なんか納得したのかと。同じこと言ってるんですよそれで。あと最近話題になってるマクロ経済スライド、なんだかよく意味がわかんないですね。物価が上がったらそれと一緒に年金も上げてほしいじゃないですか。じゃないと生活苦しくなりますよね。マクロ経済スライドっていうのは物価がこうやって上がったとするじゃないですか。でもその分までは上げないってことなんです。普通は年金もそれに合わせて同じぐらい上げるんですけど、その上昇を抑えちゃう、これがマクロ経済スライドっていうやつなんですね。だから私は年金実質減額スライドって言ってるんですけど、つまり物価が上がっていくということは高齢者の方々にとっては貯金は目減りする、しかもそれにプラスして年金も実質減額されるっていう意味なんです。徹底した高齢者いじめなんですよアベノミクスというのは。これはですね、強調していきたいし、これ広まってほしいと思います。選挙でもこれ一大争点になりますから。で、今の政権も腐り切ってますけど、これ変えるには選挙でね、勝つしかないわけですから。で、今私が言ったこと、つまりアベノミクスは高齢者いじめの政策であるということはもう広く広まってほしいなと切に願っております。そしてもう絶対にね、3分の2を、最悪でも3分の2を獲得させる、再獲得させるというのは絶対防ぎたいですね。というのは一番気をつけていけないのは緊急事態条項が通っちゃうということなんですよ。絶対私野党に勝ってほしいと思ったらそこなんですね。緊急事態条項が通っちゃったらもう何でもやりたいことになりますから、これは絶対阻止しかない、阻止しなければいけないということで、今私がお話したですね、アベノミクスは高齢者いじめですっていうのをですね、ぜひ広く広めてほしいと。で、まあ高齢者の方に限りますけど、国民全体をいじめている政策なんですけども、まあ、国民給付化政策であるということですね、ぜひ広めていただきたいというふうに思っています。で、細かい話は私の国家の統計破壊という本に書いてあります。ぜひ読んでいただければと思います。ありがとうございます。